ともハッピーです。動画見てくれてありがとうございます。まだの方チャンネル登録お願いします。今日やっていくのはこちら、マジックザギャザリングアバシンの帰還パック開封やっていきます。このね、アバシンの期間はその当時結構マジックまた再び盛り上がりがかなり盛り返してて、そんなこうすごい高まってた時期の中でもかなりね最も強いパックの一つなんじゃないかって言われたようなこう結構有名なパックで、そんな中でも超強力なね魂の洞窟っていう土地のレアカードがねこう話題をかっさらってました。当時も高額だったんですけどね、今はなんと参考価格7200円もしちゃうんで、このね当たりの魂の洞窟当然引きたいですし、他にもねグリセルブランドとかね他の当たりも結構いいやつがあるんでね、どんなカードが出るのかもう早く楽しみたいんで早速いっちゃいます。レッツ開封、よっしゃやっていきます。さあこのねアバシンの機関、このパッケージがねまさにアバシンなんですけど、結構強力なファンが多い天使カードですね。ジョキジョキジョキ、10年熟成どうだ、香りどうだ。あんまり香りしませんね、ちょっと残念だった。さあ行きましょう。はい、1枚目は設置2マナのエンチャントオーラで、エンチャントされているクリーチャー飛行を失う。え、何これ、今までに見たオーラで一番弱いかも。最初のマジック・ザ・ギャザリングの方がマシレベルなんだけど、1マナで飛行をつけるオーラとかの方がどこまでも強いですもんね。アバシンの期間ね、確か結構オーラカードが多いんですよね。で強いのもあったんですよ、確か2マナでプラス2しながら飛行を与えるとかそんなのもあった中、エンチャントされているクリーチャーは飛行を失う。普通2マナで飛行対策って言ったら飛行クリーチャー破壊できるんですけどね、垂直落下っていうのが何回もいろんなところの顧問で出てるのに、こんなのあったっけっていうね、なんか弱すぎてびっくりするな。アンウィアーの僧兵、3マナの結婚で、そう結婚っていう効果があってね、この結婚付きクリーチャーが場に出た時か、あるいは単独で場に出てる時、結婚せずに場に出てる状態の時に他のクリーチャー出すと結婚できるんですよね。こいつは他のクリーチャーと組になっている限り両方のクリーチャーは先制攻撃を持つと、3マナ22で、こいつともう1体先制攻撃が与えられる結婚クリーチャーなんで結構優秀ですよね。ドン、流血の鑑定に3マナ11でクリーチャー1体減らし下げるとプラス1カウンターを1個受ける。結構強いですね。生贄に捧げるやつが何回も帰ってくるやつだったりとか、雑にねたくさん並べたトークンだったりとか、弱いのを避ける分には結構ね、だいたいこの系のやつってターン終了時までプラス2プラス2の修正だったりして、こう一気にね避りまくって、かつあのハスク系のデッキって言われるようなね、いわゆるサクリファイス系の黒緑とかでトークンとか返ってくるクリーチャーいっぱい並べて一気にこう生贄を避けまくって20点与えて勝つみたいなねデッキもこう代々あったんですけど、まあ、そいつらより瞬発力はないけど基本的にはプラニプラニよりプラ1カウンターの方が嬉しいから、そういうのをまったりとねサクリ戦略をやっていくんだったらありかなっていうカードです。まあ使われてはいませんでした、残念ながら時代が悪かったのかな。はい、お、なんだこれ、霊奪い、結構ロウソクたくさんのイラストで面白いですね。4マナインスタントでクリーチャー呪文を打ち消して11の飛行トークンを出すと、まあまあのカードですね、まあまあのカード、リミテッドだったら結構、ああでも4マナでクリーチャーしか消せないというのは結構腐りやすいな。はい、4マナ天使の慈悲、いかにも回復しそうな名前の回復カードです。あなたは7点のライフを得るインスタント天使の慈悲、いかにもだな。お、アバシンの巻物、1マナアーティファクトって結構ね使われること多いんですよね。結構強いカードが多いんですよ、1マナアーティファクトって。まあ使われやすいですからね、無色かつしかも1マナっていう低コストだから、まあ、ちょっとでも強い効果だったらかなり使われやすいですよね、その前提が。もちろん歴史の中で使われたいのもたくさんあるんですけど、このアバシンの巻物はどうだ、カード面的にも強そうで、1マナアーティファクト、1マナで生贄に捧げるとカードを引ける、あなたが天使をコントロールしている場合あなたは5点のライフを得る、強いな。まあ、天使もねドラゴンほどじゃないけど結構重いんだけど、天使デッキが現実的になれば結構ありえるかな。カード損しないで5点回復できる、天使いないとカード引けるだけなのがまあ弱いですね。1マナと1マナ2マナ使ってカード引けるだけが弱い、ちょっと天使場に出てないとき弱いからデッキ限定されちゃうから微妙かなって感じですね。はい、森林地の選択、これよくあるやつかな。2マナ11の緑のクリーチャーで戦場に出たときにクリーチャー1体にプライチカンターを置くと、これよくいるやつですね。いろんなセットに登場します。まあ人間スカウトじゃなくてなんかカブトムシみたいな甲虫っていう種族とかだったりするんだけど、
あと他のもいたかな、なんか結構多いですね。この2マナ22じゃなくてフライチカンタを誰かに置くっていう方が、自分に置いて2マナ22でもいいし、こう他のに置いて盤面突破に使ってもいいし、そのプライチカウンターを何らかの効果によって増やしたりしてもいいんで、基本は2マナ22より強いカードです。さあドドン、正義の一撃、もカード名的にはめちゃめちゃ強い感じだけど、1マナインスタントで攻撃クリーチャーかブロッククリーチャーに2点ダメージ与える。うん、これもなんか他のセットもありましたね。結構似てたといい感じ。屍神、3マナインスタントクリーチャー一体を対象として、ターン終了時まで摂取を得る。それを再生する、摂取と再生、いいですね。戦闘で、まあ、このカードで相手を除去れるみたいな感じですね。戦闘で接触したクリーチャーに対する除去みたいな、ただ対応して自分のクリーチャーに除去打たれちゃうと不発しちゃうし損しちゃうから、まあ、使いづらい除去みたいな感じでも、自分のクリーチャーをね除去から守ったりもできるし、結構いいカードです。たくさんはいらないけどね、何枚かあるといいですね。はい、うつごけ雲3マナ33到達で、飛行を持つクリーチャーのみブロックできる。いいですね、雲だけど殴りにもいけるっていう。こう持つクリーチャーしかブロックできないけど、あ、アンコじゃん。アンコ通りでちょっと強いと思った。はい、さあ31、アンコモはね、黒の血のゲージ使ってるのが当たりなんだけど、おー来た、これ結構いいですよ。これね、モダンで使われてるカードです。ケッシグの不満分子、3マナ31でこいつが輪に出た時にプレイヤー1人を対象として自分がコントロールしている人間の分ダメージ与えれるっていうね、人間5体だったら5点プレイヤーに与えれちゃいますっていう。これ何に入ってるかっていうと、その名もね、5色人間デッキっていうモダンのデッキに採用されていることがあって、まあ、どうしてこれが強いかっていうと、まあ普通に人間クリーチャーってかなり歴史上出てて強いのいっぱいいてね、それを霊気の薬瓶とか、あとは素でマナ払ってね、それこそ魂の洞窟とかからマナ出して5色土地でね人間って指定して、それでいろんなもう強い人間出してって、基本的には殴って結構暴力的に勝てちゃうんだけど、たまにね罠の端とかね、その攻撃させませんみたいな、あるいは攻撃じゃ負けませんみたいな、こう相手が対策を出してきた時に、とにかく盤面で殴って勝てなくなった時に、やっぱり2の刃というか第2の勝ち手段がゲーム上必要になってくるんで、そういう時にこのケッシグのね不満分子がメインに1、2枚とかサイドボードにちょっととか入ってると、こう追加の勝ち手段になって、本来勝てないゲームで勝たせてくれることがあるっていうね、こいつ入れててよかったみたいなね結構あるんですよね。入れなきゃよかったも結構あるんですけどね、初手に来ると弱かったりとか。まあでも3マナパワーさんの人間おまけ付きなんで、結局弱い時でもそこまで弱くはないです。許される弱さっていうか、はい、でたまにクリティカルに勝つみたいな感じですね。おあれ血の芸術か、11じゃなかった、2マナ11じゃなかった、2マナ01か、え、おお当たりだ、やった、血の芸術か2マナ01で吸血鬼、血の芸術家か他のクリーチャーが1体死亡するたびにプレイヤー1人を対象として1点ドレインするっていうね、1点失わせて1点回復、これ強いぞ。これね、無限コンボとかでクリーチャー生贄にしてまた出して生贄してまた出してみたいな無限コンボとかで、こうこいつが横にいるとドレインして勝っちゃったりとか、無限じゃなくてもね、こう大量にクリーチャーを場に出すようなデッキでは、あとは生贄を捧げれるようなデッキではかなり強いですね。さあレアかな、次レア、え、レアと、あれあれ、これアンコモンの3枚アンコモンの3枚目、え、アンコモンの3枚目ってことはこれフォイル入ってるな、熱い熱い、アバシンの機関フォイル、アバシンの機関でフォイル、魂の洞窟なんて聞いた日にはね、ちょっと不適反書かなきゃっていうレベルなんですけど、さあ行きましょう。じゃあここからやかな、青い、あんまり良くないですね、青はおそらく良くない。はい、あーでもいいじゃん、壊滅的大潮、これね、この独特の枠はあの奇跡っていう効果がついてるカードね、ターンの最初に引いたカードだったら奇跡コストで唱えれるっていう。例えばこの壊滅的大潮の場合は5マナでソーサリーで全ての土地でないパーマネントオーナーの手札に戻すカードなんだけど、奇跡、そう奇跡、自分が、このカードを引いた時、これがこのターンの最初に引いたカードだったら、この奇跡コスト2マナで唱えれるっていうね、トップデックで引いたらたった2マナでね全部のパーマネントを土地内のパーマネントをオーナーの手札に戻しちゃうっていうね、大技が繰り出せるって結構やばいですよね。これのね、白の全体除去、終末っていうカードが特にやばくて、奇跡でねめくれるとね1マナで打てちゃうんですよね。しかもこの奇跡って自分のターンの通常ドローだけじゃなくて、相手のターンにインスタントでドローソースってそこで引いてもいいんで、これね、下の環境だと有名な渦巻く知識とか精神を刻むのジェイスでね積み込んでトップデックして打つっていうね、青白奇跡っていうデッキはねレガシーで長い間有名デッキです。あと個人的にはね、7マナの追加ターンをこう得るカードがあるんですけど、奇跡だと2マナで追加ターン得れるっていうめちゃめちゃ強力なカードでしたね。レガシーで使ったな。カナディアンスレッショルドっていうね、青赤緑の
クロックパーミッションで僕入れてました。すげえ楽しかったし結構強かった。やっぱりね、青いとダメな時フォースオフィールで追放してコストにできるっていうのが良かった。毎度毎度言ってるけどそれ。さあ、説明カード、ここ土地かな、ホイールかな、土地だ。沼、いいっすね。この漆黒とオレンジのコントラストがいい。ちょっとここら辺青みがかってるのもいい。さあ、フォイル、フォイル確定ですよこれ。まずこれがトークンじゃなくてフォイルなのかを確認しよう。全然わかんない、全然わかんないな。光が弱いな。昔のフォイルだったらもうわかるのですよ。でもトークンじゃないかな。ええフォイルだ。ちょっとなんかレアカードと同じやつかと思って、青のね、青の奇跡カードですぐめくっちゃったけど、これは消え去り、5マナのインスタントで土地でないパーマネントを一つ対象として、それをオーナーのライブラリの一番上に置く。奇跡一物、え、結構強いじゃんこれ。これ結構いいかも。ちょっと調べよう。いや結構いいカードだと思うんだけどね。フォイル今調べたら100円でした。残念。5マナで、パーマネント山札の上何でも戻せる、土地以外何でも戻せる。で奇跡で1マナで唱える、結構青なのに万能なパーマネント対処カードだと思うけどな。光っても100円か。いやびっくりしましたね。同じレアとレアフォイルが出たのかとか、さっき話してた7マナのね追加ターンが出たのかと思ってびっくりしちゃったけど違いましたね。まあなんかね、結果変わんなくてもああだこうだね、こう妄想しながらパック開封やっていくとねすごく楽しいんで、皆さんもよかったらねやってみてください。こう友達と一緒にワイワイしながらでもいいし、一人でブツブツ言いながらでもいいし、僕みたいにね、はい、やってみてください。これからもね、自分だったり皆さんの開封がね、楽しいものであることを願ってます。よかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。